松岡洋介仙久指名、周作民工作とは、1940年9月以降に行われた日中戦争の和平工作。第二次、この内閣の松岡洋介外相によってなされた工作で、1940年11月に表面化した。仙久指名及び周作民を小解析政権との仲介者としたことにより、この名がある。香港工作。 松岡、千久氏名工作などと呼ばれることもある。1940年7月19日、敵外相で行われた小木久保会談左からこの絵、文み丸、松岡洋介、吉田前後、東条秀樹1940年7月、対名降下を受けて、第二次内閣を組織することとなった。この絵文み丸は、外務大臣として、民間の松岡洋介を指名した。 松岡は軍部に人気があり、また彼の強い性格が軍部を抑えることを期待しての使命であった。外省就任が内定した松岡は、自分が外省を引き受ける以上は軍人に、外交の口出しはさせないと宣言した。7月19日、この江が陸、海、外の三大人内定者を、自らの別宅に招いた、小木久保会談では、松岡は外交における、 自身のリーダーシップの確保を強く要望し、これについては他の3人も了承した。しかし、翌日、東条が松岡に持ち込んだ協議事項の大部分は外交案件であり、松岡も外交問題から軍部の関わりを生産することは困難であることを認識せざるを得なかった。第二次、この絵内閣は7月22日に成立し、松岡は外相に就任したが、 当時の大きな外交問題は、泥沼化していた日中戦争、険悪となっていた日米関係、そして陸軍主張のひどくい三国同盟案であった。日中戦争については、その発生当初より、船津和平工作、トラウトマン和平工作、宇垣工作など、和平が幾度も試みられてきたが、いずれも失敗した。王朝明工作は国民政府のナンバー二であった。 王朝明の担ぎ出しに成功し、南京に王朝明政権の成立をもたらしたが、蒋介石の重慶国民政府は日本に対する徹底抗戦を唱えており、重慶との和平は依然として日中戦争打開のためには優先すべき課題だったのである。そこで、霧工作が並行して進められたが、これもまた失敗に終わった。戦費差名修作民松岡は、外省就任後、 ドイツ外務省を通じて、重慶の小介石政権との交渉を打診し、小介石の重慶国民党政府と、王朝明の南京国民党政府の合体を図った。一方では、石膏財閥の実業家である、千久氏名と修作民を仲立ちとして、重慶政府とも連絡を取り合っていた。松岡の考えは、日中戦争を解決すれば、日米関係は好転するはずであり、 一方、日、独、異の三国同盟の目的は、アメリカ合衆国の第二次世界大戦への参戦を阻止しつつ、ソビエト連邦を誘引するためである、というものだった。彼によれば、ソ連の誘引もまた結局は、日米友好回復の手段であって、日米関係が、ここまで、険悪の度を強めてしまっている以上、単に親善を唱えても事態は好転せず、当面は三国同盟。 さらに、ソ連を加えた四国協商によって威圧するほか、ないということだったのである。松岡自身は、中国問題について、フランクリン・ルーズベルト米大統領、そして、王朝明の同意が得られるのであれば、小介席とも会談するつもりであり、そのための工作であった。その結果、第一次、この内閣の改造内閣で、外務大臣であった、宇垣一世の情報路線において、 日本側と接触したことのあるジャーナリストの長期蘭が1940年11月19日、蒋介石政府による和平条件案を携えてイギリス領香港に現れたのである。その条件は日本軍の中国からの全面撤兵と南京国民政府の承認中止であった。王朝明一方、これに先立つ1940年11月13日、 日本政府内部では、午前会議において、死な事変処理要項が決定されており、そこでは、和平交渉は、王朝名、小解析領政府の合作を軸として、原則としては、重慶とは直接連絡を取ること、省に、抗日政策の廃棄を求め、一定期間、一定の地域に限り日本軍の駐留を認めさせる、ことを和平条件の基礎に置いていた。すなわち、 日本と小解析政権の間の和平条件は全く食い違っており、折り合う要素がなかったのである。また、王潮明政権を支援していた陸軍も長期乱のもたらした和平案に反発し、結局、工作は打ち切られることとなった。日本政府は11月30日、王潮明の南京国民政府を承認した。日本が、 王政権を正当な中国政府として承認したのは松岡の外相在任時ということになる。松岡はこの件について以下のように述べて嘆いている。外交が難しいことを今さら知ったわけではないが、外交一文化の四挙党会談の了解事項が踏みにじられたのは残念だ。満州国だけを確保して中国からは全面的に撤退するのが一番良いかと思うが、 それは少なくとも当分実行不可能である。一方、これまで帝国陸軍当局も含めて各方面が行っていた日本側の対中和平工作は以後日本政府が取り行うこととなった。同日、日本政府と王朝明政権は南京において日課基本条約と日満か共同宣言に調印した。ありがとうございます。